現在試合目前に控えて現在の心境はいかがでしょうか。特に緊張はなく非常に落ち着いててコンディションもいいです、はい、対戦相手の印象や警戒しているポイントを教えてください。特にその映像をしっかり見たりとかはしていないんですけど、とにかく体が大きいので今まで戦ってきた選手の中で一番大きいので、そういった意味では体重のその重いパンチとか攻撃には注意してますね。土曜日の試合ですけど、どんな試合を見せたい、またどんな試合になると自分自身どう予想していますか。そうですね、KO 決着、また一本での決着がなると思いますので、前回のようなドロドロしたような試合にはならないようです。はい、ありがとうございます。他ご質問ある方。はい、はい、その前回ライジンに参戦されて、でなんかこういうところをこう反省点としてこう強化してきたと思いますか。はい、もうとにかく練習量です。はい、それだけです。はい、はい、それはなんか、フィジカル面ですか、その技術面ですか。全てですね、技術、フィジカル、取り組みに対する姿勢、はい、自分はこの日のために非常に厳しいトレーニングをしてきたので、明日は必ず勝利する、明後日ですね、と思います。やっぱりあれですか、この前回の試合っていうのは自分の中でやっぱ心残りっていうか、じゃあその自分らしか出てなかったというか。そうですね、ああいった展開の試合は今までしたことなかったので、非常に厳しい意見とか声もありましたし、そういった意味では二度とそういうような試合をしないような、はい、取り組みにいきたいと思っていましたので、明後日はそれが結果として現れると思います。相手選手の映像はご覧になりましたか。一度見ました。そこから得た印象というのは、そのパンチがあるんですか。そうですね、体が大きいので思いっきり食ってくるような印象があったので、印象としてはそれだけですね。はい、やはり清水選手はその体が大きいので、その日本人 B 級ファイターとしての期待というのがすごくかかっていると思うんですが、その B 級を盛り上げたいという気持ちはありますか。はい、そうですね、やっぱりここを自分で言うのもあれですけど、こんな大きい選手っていうのはやっぱり日本では非常に少ないっていうのは思っているので、そういった意味では、開始前的に海外の選手とかと試合するふうになっているんですけど、しっかりそういうところは勝っていかないと、日本のヘビー級の選手っていうのは、世界にも認知されていないので、しっかり勝ちたいと思ってます。やはり今後そのライジンでもっと定期的に試合をしていきたいと思いますか。はい、ヘビー級を引っ張っていくんです。はい、はい、そうですね。はい、他ございますでしょうか。はい、前回のライジン以降って何か試合は出てますか。ガンリュージマってイベントに出てましたね。はい、その結果は、その後ガンリュージマ1回勝って一度負けました。はい、ちょっと聞いたんですけど、仕事を辞めて格闘技一本に今なってるって聞いたんですけども、具体的にどこをこうさらに強化してきたのかっていう、ここを特に強化した。本当に、特にっていうと表せないんですけど、本当に仕事がほとんど手一杯だったっていうのは本当にありまして、今はもう全く練習の方にフォーカスできているので、技術的にも精神的にもフィジカル的にもスタミナとかもですかね、全部が以前よりはるかに上回っています。はい、仕事を辞めようって思ったきっかけって何がきっかけだったんですか。そうですね、元々格闘技を本気でやって成功していきたいという気持ちがあったので、年齢的なことも考えると、本当に最後のチャンスだと思って、そこから
まあ、縁があってチャンスをいただいて、まあ、このような環境にはなっているので、まあ、そこはしっかりと、まあ、結果につなげていきたいと思っています。前回のライジンでは20キロ差の選手と試合をしたと思うんですけど、今回は前回以上の体重差があるじゃないですか。それに関してはどんなところを警戒気をつけよう。やはり先ほども言ったんですけど、まあ、一発一発とか打撃とかがやっぱ重い選手って本当に強烈なんで、はい、まあ、そういった意味では警戒してますね。ただ、まあ、ヘビー級になると本当にミットがないので、まあ、そういう大きな選手ももちろん普段練習してますし、はい、対策ができてます。試合ではここを一番見てほしいってありますか？得意技とか。それは秘密で。ありがとうございます。はい。